ラッキーゾーン入った時、入る前どう思ったか。いや、私は無理やろな、ちょっとそういう話。うちすっげー軽い気持ちで行ったわ。誘われたのがナルさんやったしな、それは信用するやん。入ると思った。あ、もう入ろうみたいな、その感じ。うん、あ、そうな。へえ、意外。お前楽やしな。あ、そこ言われたのかな、採用って。その日に言われた、その日に言われたやつだよ。うん、いや、今未だになんか謎すぎるに。なんでうち採用って言われたやろ。萌ちゃんは、私はそもそもだってそういうお店って知らん、完璧屋やと思ってきたけど。ほぼ騙されてきたもんな。そう、カイトに連れられてきたもん。カイトさん、今は泣きたい。マジでお酒作るだけでいいけんって言われて、3回断って、で、でもそれでもいいけんって言って行ったら、そういうお店。それでもしばらく入らんかったよね。半年、半年以上。あ、その間に俺からな、何回も助っ人来てって言われて、うん、何回か来たよな。なんその度に、うん、入るよ入るよって言って言われたけど、なかなか入らんかった。一番多分助っ人期間長いんやね。そうやろな、多分今までの中では。うん、でもそう考えたら、ゆうかちゃんだって実家やったら入ってねえやろ。実家でも。うん、やっちゃう。だって親別に門限とかないもん。あ、そうなの。うん、ゆうかちゃんも入ると思わなかった。うん、ってか最初来た時一回、なんかもうみんなすごすぎて喋るのうますぎて、うち合ってないわと思って最初やめようって思ってたの。誰がうまかった？え、ラコラコラコ。ああ、もう慣れちゃったからな。そうそうそう。ラコが一緒になんかついてくれとって、うん、いやもうこんな喋れんよって思って、めっちゃやめようかなって思うやったもん。みんなそんなんやね、最初とか。だけどあのマスターが一番の友達になってしまったから。ここに入るしかねえな。友達マスターごらんかったら友達おらんしな。あれ、あれ、ゆうかラッキーゾーン入ってなかったらどうなっちゃったんかって感じするよな。本当に今一番ラッキーに染まっとるもん。よかったな。多分大学とかやめとった。それはやべえ。いや、うちもだって一時期ずっと毎週のように実家帰れた、土日になったら。うちも入った時あんまり誰とも話してない。サリーさんぐらい。私もサリーさんぐらいかな。まあ、サリーがな、面倒見よかったしな。うん、誰とでも話してくれたしな。ナルさんとかがおったらな、ちゃんと話してくれちゃうけど、ナルさんももうあんまり出てなかった。とか、チッさんとか。ナルさん、最初、初めましての時さ、びっくりするぐらい優しかった。うん。で、途中から殴られる。え、そんなことない。違うよ。なんでそんなさ、展開に毎回持っていくよ、ほんと。悪い男ですよ。なるよ、ね、私夏木さんが優しかったかな。夏木さん、夏木さん、ちっさん、なるさんは、なんか夏木さんのヘルプの時からつくことが多かったけん、なんか覚えとった。でも大体みんな優しいけどな。そうで、みんな優しいんで。これから年下が入ってくるやん。うちだっていけるくね。え、それな、うちアッキーと喋れとるし。うん、あの、萌ちゃんの、萌ちゃんのドッキリの時、うん、ほら、あの、喧嘩ドッキリ二人、萌ちゃんが語り出したところでカーペンダーズかけて。語り出したって言わんで。あのね、ラコは、みたいな。ねえ、やめて、恥ずかしい。あー、なんか一枚なんか言ってた時ね。ね、なんでそんなバカにされないかな。カーペンダーズの歌が流れるんやな。あそこはカーペンダーズやから面白いと俺は思っちゃうわけやけど、動画上げて、15秒ぐらいで、あの、警告が来た。すげえな。YouTube から。へうん、すげえなと思って、うわすげえこんなシステムなんやの。あれ全部機械でやるようになったら相当なシステムよね。何十億曲っていうのが全世界の曲が入っちゃうんだよ。まあでもそのぐらいきちんと管理しちゃうんけん、あんだけ大きくできるってのもあるやろうけどな。絶対なんか解説入れるよね。ねえ、本当にこの人たち下ろしていいかな今ここで。もう嫌やわたまいきな後輩2人がおったら、うん、幸せやな、お前に。仲いいなー
山が来たことあるよ、ゆうかちゃん。高崎山ない。たまにそのやんな、ゆうかちゃん出てくるんだよ。そうね。たまにっていうか、結構。B 軍のゆうかと C 軍のゆうか。まさかびっくりせんよな、そこまでゴーゴーしちゃって。チャンネル登録と高評価待ってるよ。